はい、じゃあよろしくお願いします。今回は8月後半の時事問題やっていきます。で、今回2本あって、その1本目ですね。で、ニュースが4つ、穴埋めが7個ありますので、1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、知らないなっていうニュースがあれば、今から自分が軽く説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず一つ目が高校野球ですね。まあ見てた方もいらっしゃると思うんですが、今年は記念大会でね、第100回だったんですよね。で、第100回全国高校野球選手権記念大会、ちゃんと書くと長いんですけど、で、これが終わりまして、ホニャララ高校が優勝、そして準優勝がホニャララ高校で幕を閉じました。まずね、高校名行きましょう。優勝校はもう強かったですね。これ春夏連覇、大阪、桐蔭高校ですね。大阪桐蔭高校が春夏連覇をしました。で、準優勝、今回ね、準優勝別に普段は書かないかもしれないんですけど、まあ、かなり話題になったので、こちらもぜひ覚えておきましょう。もしかしたら先生によってはこっちを出すかもしれない。まあ、ってぐらいね、話題になったんですよね。秋田県の金足農業です。金足農業高校が、準優勝でしたね。まあ秋田県なんですが、東北勢でね、優勝したら初優勝だったんですよね。で、そんなんがあったりとか、あとは県立高校だったりとか、その地元の子だけでね、まあその野球を作ったというか、まあもちろん大阪桐蔭もそうですけど、普通はね、まあ全国強い中学生からこうスカウトというか声をかけてこう呼んだりするんですけど、まあそういうのが全くないっていうので、まあ話題になってこうなんか盛り上がってたんですよね。そう。まあすごいね、あの盛り上がりとしては良かったですし、初めて、その甲子園の人が入った数が100万人を、入ったのか、あまりしとく。100万人超えたんですよね、今回ね。100万人を超えたりとか、あとまあ制度としてはタイブレイクっていう制度を使ったりとかね。あの、延長が長くなりすぎた時に、その12回からかな、特殊ルールですね。1塁と2塁に人が、ランナーがいる状態から始めて早めに終われるようにみたいな。そういうのがあったりとか、まあ、採用されたりとかした大会だったんですけど、まずはね、この優勝校と準優勝校をぜひ覚えておいてください。で、まあ、個人的な意見としては、このさ、風潮としてね、まあ、ネットとかもそうでしたけど、この金足農業がさ、やっぱりこう、なんだろう、雑草魂じゃないけど、それで勝ち上がってきたから、こっちが優勝してほしいみたいな流れがあったんだけど、まあ、それは違うよね。全然関係ない。それは勝手に大人が作った雰囲気だったから、ね、両方講師、なんだろう、高校球児として、先生と戦った結果が、ね、あれだったので、もうどちらも素晴らしかったです。ほんと感動したからね。うん、という話。あんま長くなるとあれだね。じゃあ行きましょう。で、二つ目です。自民党、総裁選挙が行われます。まあ、日程としては9月20日、来月に、あれ、今月が、一応9月に取ってるんで、今月になるんですけど、まあ一騎打ちだと。で、その自民党のトップね、トップを争う。で、今トップは首相のホニャララ総裁ですね。まず名前行きましょう。で、まあこの辺は政治ニュースなので漢字で書かされる可能性が非常に高いですね。あとフルネーム。安倍さんってやっぱ言うじゃないですか、首相のことを。だから安倍晋三ですね。特にべの漢字を意外と間違いやすいので気をつけてください。で、安倍晋三さんとか首相がね、今のまあ自民党のトップなので、まあ総裁だと。と、元防衛大臣のある方の一騎打ち。で、この方もまあ名前ね、もしかしたら聞いたことある方もいるかもしれないんですけど、石破さんですね。石破茂さんです。が、まあ事実上の一騎打ちだろうと言われております。まあどっちが勝つかもわからないですが、これがね、まあ、自民党の、まあ、トップを決める。あの、任期がね、安倍さんの任期が終わったので、自民党の。それで、まあ、トップを争う戦いがまたあるんですけど、が、9月20日に、まあ、投開票がありますので、まあ、ぜひね、どちらが勝つのかっていうところを注目してもらえたらと思います。では、3つ目ですね。で、今回、ちびまる子ちゃんのね、原作者のある方が亡くなりました。さっき名前、ね、書かせていただきます。さくらももこさんですね。が、乳がんで亡くなりました。53歳っていう、まあ、だからね、お若い年齢だったんですが、で、基本的に自分この時事問題シリーズで亡くなったっていうニュースをそんな取り上げないように意図的にしております。
で、その理由はですね、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、一番は、テストに出にくいんですね。結構その時事問題の、まあ、今ね、今の子たちが受けたやつとかもね、なんだ、ネットじゃないや、メールでもらったりもするし、自分が塾講師やってる時に結構集めてた時とかもそうなんですけど、割と出さないんですよ、学校の先生が。絶対ではないんですけど。で、まあ、今回に関しては、まあ、ね、国民的アニメのね、ちいまる子ちゃんのニュースでもありますし、こういった場合結構出されることがあるのね。自分の印象だよ。だから今回ちょっと取り上げさせてもらったんですが、まあ、すごいね、アニメですよね。多分、まあ、見たことない方はいるかもしれないけど、名前は多分、ほとんどの方が日本人知ってると思いますので、まあ、自分は大好きなんですけど、今でもたまに見るからね。そう、まあ、ね、まあ、亡くなられたとニュースがありました。で、ラストです。で、こちらちょっと硬くて、これはここの数字結構、今回の中で一番難しいと思うんですけど、障害者雇用促進法っていうのがあります。名前の通り、障害者を雇用、まあ、企業に採用する、まあ、雇わせる、働かせるってことね。働かせることを促進、どんどんやっていこうぜっていう法律があります。で、それによって、企業は、ほにゃららパーセント。国とか地方公共団体は、ほにゃららパーセント以上の障害者を雇わなきゃいけませんよっていうのが義務付けられてます。で、まずその数字なんですが、企業の方が、2.2% です。で、国とか地方公共団体が 2.5% という数字が決まっております。で、一応これも覚えていただいて余裕があれば、ここのね、障害者雇用促進法っていうのもぜひ覚えておいてください。で、義務付けられてるんですよ、パーセンテージがね。なんですけど、今回何が問題かっていうと、まずね、ここです。農林水産省だけじゃないんですけど、一応ちょっと新聞見ながら行きましょうか。どうだっけな。農林水産省と、あと認めたのが総務省ですね。が、不適切な参入があったということを認めました。何かっていうと、数字を上乗せしたんです。水増ししたんですよね。どういうことか。例えば、じゃあ、まあ、2.5%。それからね、全体がわからないんで何人とは言えませんけど、じゃあ 2.5% が、じゃあわかりやすく100人、赤でいきましょう。100人だとします。2.5% がね。つまり、まあ、そこの場所では、100人の障害者を雇わなきゃいけませんよと決まってるわけなんですよ。これ実は企業に関しては罰則があって、まあ、例えば100人雇わなきゃいけないって言われた時に、じゃあ90人しか行ってないとするじゃないですか。90人。10人足りないですよね。企業の場合、1人当たり月5万円が罰則になります。罰則というか国に払えという。つまり10人足んなかったら、1月に50万円国に納めなさいよっていう、ペナルティが。で、まあ、ペナルティって言うのも悪いですけどね。が、付けられてるんですね。まあ、それも一応、まあ、予備知識で覚えてほしいとこなんですが、まあ、今回、その農林水産省とか、まあ、総務省で、足りないんですよ。人数が足りない。足りないんですけど、足りてますよっていう風に見せるために、本当は、そのね、対象に入らない。障害、今回障害者には、例えば手帳を見せなさいとか、いろんなルールがあるんですけど、そういうのを満たしてないのに、何人か、例えばじゃあここにじゃあ30人、本当は入っちゃいけないの入れて、ちゃんと120人雇ってますよ、守ってますよっていう水増しをしたんです。不適切な、まあ、参入ね、そう、数字を入れたというのが発覚しました。で、さっきも言ったように、農林水産省と総務省認めてて、あと国土交通省、防衛省、法務省、環境省の可能性があると言われております。で、これがね、なんとか省という話なんですが、他にも出てきて、これが今度、県ですね。28県で不適切な処理をしてるんじゃないかと。まあ、認めてないところもあるんですけど、そんなんないよと言ってるところもあるんですが、これは掘ったら出てくるでしょう。です。で、しかも今週でこの下半期じゃねえや、8月後半は、割と障害者のニュース多くって、まあ、このね、数字が一番大きかった、ニュースとしては。おいおいっていうニュースがあったんですけど、あともう一個が、障害者に対して職場、まあ、働く場所での虐待が、ものすごく多いと。うん、最多だよっていう報告が出てきました。まあ、一番は経済的な虐待です。経済。つまり、障害者だから、賃金、つまりその、払う、給料ね。給料安くていいよね。安くしましょう。みたいな。そういう感じ。のが何パー ?83% か。っていう感じ。まあ、そういうのがあったよっていうニュースが今出てる。で、まあ、この数字に関しては、非常にね、まあ、満たすのが難しいと思うんですよね。なんで今回こんな熱を帯びて話してるかっていうと、まあ、個人的なね、ことで申し訳ないんですが、自分、妹が障害者なんですよ。うち、俺ね。そうで、うちの妹結構重度の障害を持ってるので、働けないんですよ、企業で。絶対無理なんですね。意思疎通がまず取れないんで、そこに。そう。で、まあ、今回こうやって働くことができる障害者の方っていうのは、もちろん軽度の障害だったりとか、
まあ、障害にも知的障害とか身体障害、その脳の方の障害と体の方のね、足がちょっと不自由だったりとか、そういう障害もあるので、普通に例えば身体障害だったらね、働くことはできたりするので、まあ、そういったことがね、対象は違うと思うんですけど、まあ、どうしても空気感というか、では、まあ、健常者の方が働きやすいというか使いやすいですよね。まあそこは。だからこの数字、まあ出てきた時当初自分は、いや、いけんのかなってすごい思ってて。で、割と問題にならなかったんで、おー、いけるもんなんだなと思ってたら今回これが出てきたんですよ。こうやってね。しかもこれなんとか賞とかだよ。そこでやってるからね。そう、だからまあこれは氷山の一角なんだろうなと思って、まあ一応ね、取り上げさせていただきました。はい、ということでちょっと長くなってしまったんですが、今回はこの4つのニュース。で、まあ次回はね、また続きで、ちょっとスポーツ中心にはなるんですけど、また次回、時事問題後半ね、もう一つやっていきますので、よかったらそちらの方もぜひね、見てみてください。では、今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。